ついについについに来たぜーいや,ーいや,ーいやーついに来たいやーついに来たついに来ましたよいやー楽しみに待ってたんだよな買うまでもだいぶ悩んだ、うん、でやっと買ってやっと届いた、まあ、買うのが遅かった <laughs> 迷ってたんだよね、うん、まあ、でも もう諦めて買いました <laughs>、はい、<laughs> まあさて何を買ったんだって話ですけど、まあ、こんな箱ですね何を買ったんでしょうすごく楽しみにしてましたねもう僕これね半年ぐらい、えー、買おっかな買わんとこっかなって迷ってたんですけどまあ買うにしてもどのタイプ買おうかなって迷ってたんですよまあヒントとしてはこれで使うものですこれ、えー、今僕の部屋で結構主張感あるのに一切使ってないほとんど使ってないもの えー、このね、ヤマハのテレビ台、シアターラック、これすごくいいスピーカーとウーファーが入ってて、えー、僕これでね、動画とか見たいんですよ。で、このテレビも、ビエラ、ビエラも、あの、僕テレビあんま見ないんで、えーまあ、たまーに見る程度、1ヶ月に3回しか活躍しないぐらいのものまあ、プレステで DVD とか見ながら寝るときとかはちょっと使ってますけど、でもあんまり活用してないんですよね。えー、これを本格的に活用するために、まあ、 HD レコーダー買うのも高いしまあ買ってもあんま使わないだろうなっていうのが僕の正直な感想だったんで買わなくてまあ本当に欲しかったのはこれでしたはいなんでこれを開けていきたいと思いますまあ、もったいぶんねって話ですけどね <laughs> 何を買ったでしょうもうみんな分かりますテレビにつないで使うやつですよテレビにつないで使うものなんでしょうはいえーまあねえ勘のいい方だったらもうお気づきかもしれないですけど早速開けていきたいと思います おなんか変わってるなんかなんか変わってるねサイドのペラペラがさなんか折り紙調になってるまあ伝票ですね伝票が伝票系の紙が入ってますさあ何を買ったでしょうか もうね、もう嬉しくてたまんないこれはホン開け夢の扉はいこれですこれさあ何これ <laughs> こっちかはいもうもう分かったんじゃないですかもうこれこれがもう大ヒントだよねこれがもうこの形状であーって人多いでしょでもこ後ろにちらっと見えてるこれ、これなんだこれ。<laughs> これはいこれでございますさあ何これなんて書いてる <laughs> リンゴマークと TV って書いてるよね、えー、僕も初めて今開けたんですけどこういう風に入ってるんですねまあとりあえず出しますはいこれこれは、えー、HDMI ケーブル、えー、テレビとこの、えー、本体を接続するものですねこれ付属してないんで別で買わないといけないんで、えー、買いました 多分あの普通に市販されてるもので電気屋さん売ってるものでもいいと思うんですけど僕は純正品を買いました結構高いですねこのケーブルだけで2200円ぐらいしたのかなこのケーブル結構高かったはいいやーすごいわいやーすごいぞえー、もうこのものがすごい <laughs> <laughs> もはは元の近くで撮る、うん、ねめっちゃかっこいいじゃんすごくない何なのこれ今こんな 梱包なの、すごいねじゃあ開けていきます開けるの怖えなこのシュリンクをとりあえず丁寧に切ればいいビビるほんとビビる箱とか傷つけたくないしどっか傷つけてもいいよ開けるとこあっここじゃんなんだ裏,裏こういうふうになってますね あ、溝がついてるんで。あ、なんだ。こっから開けるんじゃん。地味にね、こういうのあんま買わないんで、わかんないんですよ。ゲームとかあんま買わないんで、こういうふうに開けるようになってますね。はい。ちゃんとほら、3 2ギガの方じゃないですよ。ちゃんと6 4ギガの方買いましたよ。ははははは。ちょっと気合い入りすぎでしょ。こういうの初心者なんだけど、あのー、僕さ、パソコン はい、パソコンを買った時に、えー、一番低いグレードのやつにしちゃったのねそれですごく容量があの後から足せないから困っててやっぱさ迷ったんだけど、まあ、パソコンもさほとんどね僕はあんまヘビーに使う方じゃないと思ってたからまあ、安いのでいいやと思ってたんだけど使ってみたらすぐ、ね、iPhone のカメラで今動画撮ってるじゃん 4K じゃんだから 4K 画質だとすぐいっぱいになっちゃって編集もまんまならないから。 えー、そういう後悔したんでね、まあ、AppleTV、AppleTV ですよ、僕、言っちゃいましたけど、買ったらもう皆さんお気づきだと思うんで、言っちゃいましたけど、AppleTV を買いました。はい。えー、AppleTV もね、あとからそういうことがあったら残念なんで、えー、ほんとね、えー、簡単に買い替えられるもんじゃないんで、えー、まあ、2種類しかないんだったら、もういい方買っとけ、みたいな感じで、確か4000円か5000円ぐらい値段変わるのかな。えー、まあ、えー、買いました。<laughs> はい、買っちゃいました。えー、 まあ、これもねほんと半年ぐらい悩んでたんだよ、まあ、やっと変えたんでねえー、まあ、えー、悩みに悩んだせ、我慢して我慢してやっと変えたんでねはいじゃあとりあえず開けていきますぴったり箱が硬いね新品開けるって感じ開け夢の扉ええー、すげえこうなってるんだええー、わかる光の加減でどうかなこのっ こうなんかはしゃいでるっていうかバカみたいだけどこう嬉しそうなの撮って <laughs> はい買いました Apple TV の64ギガ買いましたはい <laughs> こっちの方がいいかテレビ映ってる方がいいかはい Apple TV の64ギガ買いました <laughs> はい買っちゃいましたもうねそれはね当然はしゃぎたくなるわけですよじゃあ早速箱から出していきたいと思います多分これ2個だけかなまあリモコンこれリモコンですよね はい、あすげえ感圧センサーだわかるクリック音がするのすげええー、1個前の AppleTV だとここがなんかこういうのじゃないんですよあの十字ーみたいなあの iPod 初代 iPod みたいな感じになってる。初代初代っていうかまあ昔の iPod みたいになってん,んですけど今この えー、マウスなんていうノートパソコンのトラックパッドみたいな、えー、カオスパッドみたいにこうシューってなんかこのなんていうの,あのスマホみたいに、えーえー、ねこうスマホみたいに、えー、こうやって触ってね、えー、操作するようになってますだからすごくね、えー、独特の操作ができて、えー、まあ、まあ、なんていうのアップル製品らしいなっていう感じはしますね、えー、後ろはこうやってほら iPod みたいにアルミ削り出しボディーで、まあ、ここもいかにもねアップルだなって感じですよね うんここは送信部でしょここ送信部なんだけど、あの充電端子のとこみたいにデザインが共通になっててかっこいいよね。こっちは充電端子かな穴が開いてます。普通にライトニングケーブルで充電できるのかなちょっとちっちゃいような気もするけど、わかんないですね。で、いろいろボタンがついてます。で、いよいよこちら。はい。あ重たい。あでも結構すげえかっこいい。すげえ。はい、本体です。本体なんか肉厚。 重たい、めっちゃ重たいよこれさすがだねへえあとははいこれ多分電源ケーブルかなはい電源ケーブルです AC アダプターみたいななんかごっつい変圧器がついてなくてやっぱりねアップル製品はこのケーブルにこだわってますよねかっこいいつや消しの、えー、ケーブルですっきりしてていいでしょうはいあとはこれどうやって開けるのあここか ライトニングケーブルついてるじゃんライトニングケーブル1本ついてますね USB のタイプがはいさあ始めようがついてますはい、えー、まあ簡単な、えー、セットアップ程度の、あのー、簡単な説明書だと思いますね接続方法が書かれてますはい えー、どういう風にさしてくださいみたいなことが書いてあるんだと思いますねまあ Apple 製品は基本的に説明書っていうのがなくて、えー、大体の組み立て方とか簡単な、えー、やつだけ書いてあってあとはもうなんか直感でできますよっていうシンプルさが売りなんであえて説明書ついてないことが多いですでお決まりのあれですねこの Apple マークステッカーはい、えー、iPhone とか買ってもついてますけどね、えー、ステッカーがついてますはいそれじゃあね えー、Apple TV を挿、えー、しました、えー。本当に簡単ですね。えー、このようにね、えー、HDMI ケーブルをここに挿して、えー、電源ケーブルをここに挿すだけです、えー。あとは無線 LAN がない方はね、ここに有線 LAN の、えー、家の、ね、インターネットを挿せるようにもなってますけど、まあ、基本的には無線なんですよね。はい、HDMI 端子は、まあ、テレビの後ろに挿、ね、すところがあるんで、 えーまあ、皆さんご存知かと思いますけど、あのー、HDD レコーダーとか挿すとこね、えー、そこに挿せば、えー、完成です、はいえー、結構、ね、デザインも良くて、えー、いいですねなんかこうテレビの後ろとか壁にこうカシャってね、えー、入れるなんかホルダーみたいなのも3000円ぐらいで売ってましたけど、まあ、なくてもいいかなってここに置いてもいいかなと思いますはいじゃあね、えー、これがリモコンです スクリーンセーバーでね、えー、いろんな世界中のね、景色が、えー、夜景とかね、いろんなの映ってくれてね、いい感じなんですけどね、えー。まあ、これはね、えー、映像コンテンツを、えー、まあ、これで買って見れるということですね。まあ、レンタルビデオとかに一体 DVD を買わなくても、iTune カードでね、えー、コンビニでね、えー、こういうカード売ってますよね。えー、こういうカードでね、あのー、コンテンツを買って、えー、すぐね、見ることができると。 えー、いったものですねあと写真とかも、えー、見れます。写真はね、多分ん iPhone とかで撮ったやつとか、の Mac のパソコンに入ってるやつとかが見れるんだと思うんですけどね。えー、ちょっとね、詳しく勉強してないんで、そこら辺はわかります。テント。えー、YouTube 見てみましょうか。えー、YouTube を見てみたいと思います。じゃあ、普通に。 iPod、えー、iPod iP、まあ、携帯でもいいですね、iPhone でもいいですね。はい、じゃあね、えー、iPod で、えー、YouTube を開けましたえ。パソコンからでも iPad でも、えー、iPhone からでもいいです。今、iPhone で、ね、撮影してるんで、ちょっと iPhone が手元にないんで iPod でやってますね。えー、これでね、えー、見たい動画を選べばいいんですけど、はい、じゃあ、えー、と皆さんに人気のね、親父の原付きをファンキーに乗り回してみた、これを、えー、押します。 はいするとね、普通にこうやって YouTube を見る画面になるんですけど、はいではですね、あのちょっとね、あのこの iPod じゃねできないっぽいですね、ちょっと古すぎて、AppleTV のあれに対応してないらしくて、たぶんね、たぶんですよ、えー、ちょっとできないっぽいんで、はい、ちょっと、ね、できないっぽいんで、ちょっとあの iPod はね放置しておいて、えー、パソコンでね、えー、やりましょう。 えー、このように、えー、YouTube を、ね、再生する画面に、こういうね、ほら、いつもさ、全画面にする画面とか、あのボタンとかあるじゃないですか。その横にこうやってね、AirPlay っていうあのボタンが出てくるんですよ。あのー、この、ね、Apple TV をテレビにつけると、これが出るようになります。で、携帯にもこれが出るようになるんですよ。iPhone にも出るようになるんで、 えー、同じです。パソコンで今やりますけど、携帯でもね、iPhone で動画をあの見る場合でも一緒ですね。えー、自分の見たいあのやつをこうやって携帯でね、iPhone でビーってあの YouTube のアプリから自分の見たいやつをピッと押してもらって、そしたら動画の下のところにね、こういうマークが出るようになるんで、今パソコンでやってますけど、携帯でもね、iPhone でも同じようになります。で、これを押せば、Apple TV っていうのが出てくるんですよ。で、Apple TV っていうのを押せば、えー、向こうにね、飛ぶので、ほら、向こうに出たでしょ。

チャンネル登録をよろしくはい、えー、このようにしてね、えー、テレビで、えー、見ることができるんですよ、えー、なんでね、この僕、テレビの下の下台テレビ台をねあの、ヤマハのシアターラックにしてるんであの音楽とか、あのー、結構い、e、い系のやつを聞くと、やっぱね、携帯とかパソコンで見てるのとはね全く違うのが、えー、見れますね。 でこうやって自動再生にしとけばどんどんテレビでもね、えー、動画がどんどん出ていくんでえー、結構ねいいかなと思いますこれがやりたかったんですよもっとねいっぱいねゲームしたりいろいろねあの使,いこ使いこなせばいっぱいできるんですけど 僕はね、とりあえずこうやって YouTube をね、まず、こっちのテレビで見て、こっちのスピーカーで聴きたかったんで、えー、まずはね、これをできたのがね、すごく良、えー、かったかなと思います。はい。はい、えー、っとね、えー。じゃあそんな感じでね、Apple TV をつけてみたって感じなんですけど、いろいろね、ゲームとかできるんですけど、まだね、あのー、僕あんまゲームやんないんで、ちょっとね、どんなもんかな、みたいな感じで様子見なんですけど、まあまた、 あのー、アップルショップに行ってあのー、良さそうだったらねコントローラー買おうと思います3500円ぐらいしたんで、うん、ゲームどうかなーと思ったんですけどまあでも、ね、できるんだったらいずれねやるかもしれないですゲーム実況とかね動画とか需要あれば、えー、やるかもしれないです僕ちょっとゲーム全然ね下手くそっていうかあの経験が浅いんで <laughs> できるかどうか分かんないですけどはい、えー、そんな感じでねとりあえずこうやってテレビにあの YouTube がね見れるようになったと、えー、いうことでですね えー、Apple TV 買いましたってことでね。あの、今、Google Chrome とかだと、4000円とか6000円であるのかなあれだとね、HDMI 端子に、端子にシュッて刺すだけね、あのー、すぐ見れるから、あっちの方がいいんじゃないのあっちの方が安いじゃんって思う方もいるかもしれないですけど、あれはね、動画しか出力できないんですよ。この Apple TV は、iPhone のとか iPad でやってる画面の全部のアプリ、全部のアプリっていうか、もうその、iPhone とかあの,の画面を全部こっちにミラーリングで出せるんで、だから、あの、なんていうの えー、携帯のアプリでゲームで遊んでるやつとかもこっちに出せたり、あのお絵描きするさ、あのー、アプリとかでこっちにさ、あのー、子供に見せたりとかもできるし、えー、まあね、動画を見るだけになるんですよ、あの Google Chrome、Google Chrome じゃない、あれか、Chromecast か、うん、Chromecast っていう、これのなんかシンプル版のめちゃ安いのが出てるんですけど、ね、あれにしないのって言われるとね、あっちはあれなんですよ、結構皆さんやられてるんですけど、みんなやっぱりこっち買ってますよ、あのー、 発熱してフリーズするんですよね、動画結構続けて見てると。うん。だから、コマーシャルで結構さ、キャストしようとかってやってるけど、まあ、あのー、ちゃんとね、あの、Apple TV 買った方がいいかなと思います。はい。えほんといいですよ、これ。なんかね見しゃ、見た目もね、いいよね。ここにポンって置いといてもさ、別に悪くない感じでさ、うん、結構いいよね。はい。これで えー、僕はね、もうレンタルビデオに行ったりとか、あの、HDD レコーダーでね、えー、番組を録画したりとかね、そういう煩わしい作業がいらなくなったんで、えー、結構ね、見たいコンテンツすぐ見れるし、いいんじゃないかなと思います。はい。えー、a p p l e TV 今ね、なんだっけ、FireTV だっけ、Amazon が出してる FireTV ってのもあって、結構そっちも人気出てるんだ若干こっちより安いんだよね、値段が。だから、もろパクリって感じで、 もろパクリなんだけど、なんだっけアップル製品とやっぱりさ、パクリだからなんか仲が悪いのか、やっぱ、アップル製品ばっかり使ってる人は、なんかやっぱ、あちゃんとアップル TV を買った方がいいらしいです。ちょっと僕もそこら辺の細かい違いわかんないけど、やっぱりね、あのー、本物がいいと思ってね、あのー、よくわかんないんだけど、これを買いました。みんなこれがいいって言ってますもんね、他の動画でも。YouTuber さん結構、FireTV と AppleTV と Chromecast を3つ買って、 あのー、どれがいいかみたいな言ってるけど、結局はやっぱりさ、値段ね、するだけあって、これが一番いいわけさ、うん、だからまあ、僕はちゃんと信じてね、Apple TV 買いましたけど、ちょっとね、あのー、動画映すだけだったらもったいないんで、動画映すだけだったらそれこそね、ちょっとあの、高い買い物になっちゃうんで、これからね、どんどん使いこなしていってね、いろんな使い方を勉強していかなきゃいけないんですけど、まあ、それも楽しみかな、なんて思ってます。で、なんせね、リモコンがいいよね、リモコンは。やっぱこうさ、なんていうの、こういう風に動かせるから、 これがすごくいいよね、うん、でここれこれ,これ,これ,これがさあの iPhone で Siri 使ってる人だったら、あのーね、慣れてるからこれすごくいいよこれ長押ししたらさ、あのー、マイクになるんだほらご要件は何でしょうって出てるでしょこれで普通に、あのー、できるんで。 結構ね、あのー、なんだっけ、アップル製品慣れてる方はね、やっぱこれがいいと思います。えー、っと、アップル TV ね、もっと安いのないのって思う方もおられるかもしれないですけど、これ一番いいやつなんですよ。 え、これ 64GB なんですけど 32GB っていう半分の容量もありますし、え、多分それで十分だと思うんですけど、僕はちょっとね、あの、最近なんか安い方ばっかり買ってなんか失敗してるっていうか、ね、容量が足んなくなるようなことが多いんで、あえてね、え、一番いいやつを買いました。で、一個前の世代のモデル、え、これの一個前のモデルだと8000円ぐらいで、本当ね、めちゃめちゃ安いですよ。あの、Chromecast よりちょっと高いぐらいで買えるんで、もしね、普通に YouTube をテレビで見るだけ、 に使いたくて、あのー、そこまで、ね、最新の機能ととかかかちょっとよく分かんなないいし使わないかも,って方はでもね、クロームキャストだとちょっと不安だしいって方はね、Apple TV のこれの1個前のやつ、まだ現役で売ってます。型落ちなんですけど、まだ普通に新品で販売されてるんで、あれだと8000円ぐらいなんでね、えー、ちょっとリモコンがこの,こ,のこ,のこの、こういう感じじゃないんですよ。リモコンが初代昔の iPod みたいな感じで、こうなんか丸いホイールになってて、なんか、 なんてんていうですかね操作するみたいな感じになってるんですけどまあそんなんね別にど,どっちでもいいと思うんで <laughs>、えー、AppleTV ね安いの欲しい方はこれの一個前がね普通に売られてますねそっちを買われてもいいかもしれないですねはいはいじゃあね、えー、今回はこうやってねあのー、AppleTV をね買いましたっていう、えー、動画です はい、ただそれだけだったんですけど、えー、結構ね僕にとっては嬉しいことなんでねやっとねこのソファーに座ってさあのいつもこのソファーに座ってさ iPad で見てたからねねなんかちょっと違うでしょこのソファーに座ってさ1人だけ iPad 見てても仕方ないじゃんこっちで映せるようになるとさ友達とかみんなでさあの動画見たりできるし、えー、子供とかともね一緒に見れるしさ子供とか嫁とかと一緒に動画見たりもできるし寝ながら見れるから えー、結構ね、えー、<活>いいかなと思います。これからね、活躍を期待してますけどね、使いこなせるかどうかはね、えー、やっぱいつも通り不安ではあるんですけど、まあ頑張ってね、えー、使いこなしていこうかなと思います。それであれですね、これ。こうやってね、あのー、後からさ、こうやってほら、普通に YouTube アプリとかあるんだよ。こうやってインストールってすれば、あのー、普通にさっきみたいなさ、あのー、なんだっけ、写真とかさ、いろいろ出てたじゃん。この、この画面ね。 あれこの画面じゃないな。この画面に、ほら、ここに YouTube ってのは出せるから、えー、そうするとさ、すごく便利だよね。自分の使いたい多分ゲームとか、あのアプリとかはここに入れていけるんだよね。あー、これね、説明書がないから、あのー、なんて言うんだろうね。自分で手探りでやるさ、なんて言うのあのー、楽しみがあるよね。覚えていくのもさ、あのー、こうやって楽しいじゃん。なんか iPhone とかさ、あのー、Mac のパソコン買った時だって説明書がないけど、自分で手探りでさ、なんとなく覚えていけるじゃん。 それがなんかやっぱりね、えー、アップル製品らしくていいよね。あ、はい、こうやってね、ほら、トップ画面に YouTube ってこうやって出ましたね。えー、これだからね、YouTube のアプリとか、あと自分の入れたいアプリとかね、えー、存分に入れればいいと思います。64GB なんでね、まだまだ多分、えー、面白そうなゲームとかも探してね、入れていって、また紹介できたらなと思います。 YouTube はやっぱいるでしょう。YouTube を入れといて、うん。YouTube インストールやっぱ、ね。YouTube は絶対いりますよ。これでもうね、あのー、あれでしょう。携帯がなくても、あのー、この、なんていうの、携帯で、携帯っていうか iPhone とかあの Mac とかで、あのー、YouTube 入れなくてもさ、もうこうやって YouTube 入れとけば、ねあのー、もうこれからすぐに YouTube 見れるってことですね。ほら <laughs> こうやってほら、長谷川和樹って入れると、もう出てくるんだもん。<laughs> ね。すげえじゃん。こうやってほら、もう携帯なし、あそこらやっぱりほら、iPhone でとか iPad とかパソコンで操作しなくてもほら、もうこの Apple TV とリモコンだけでさ、YouTube 見れるんだもん。すげえ。すげえじゃん。バッチリ、あこうやって早送りもできる。すげえ。 これ500人達成のあれですよ皆さんに感謝のねありがとう、乾杯ってやった時の、えー、あれですよ、ライブストリーミングですよ、みんなまた見てくださいね、これ。いやー YouTube 見れるようになったのいいな、このテレビでさ YouTube とかさ、携帯の画面もミラーリングで出せるからさ、いいよね。いや、このさ 大画画面でさ、エロ動画見ると最高だよもうエロビデオとかさ借りてさテレビで見るとかね今そういうのじゃないじゃんだから携帯でエロ動画とか見てる人とかさパソコンでエロ動画見てる人が多いと思うんだけどやっぱりさこのエロビデオ時代みたいにこの大画面でさエッチなやつ見られるのもいいよねえー、最高ですよあの面白い系のさやつあるじゃん企画もの系とかさああいうの女の子とかと一緒に見るとさテンション上がるよね はい、えー、そんな使い方もいいんじゃないかなと思いますそれじゃあまた別の動画でお会いしましょう See you next time バイバーイみんなも Apple TV 買って大画面で僕の動画を見ようぜ